さあでは見ていきましょう。珍しいですね、レディースプレイヤー3人のチームとですね、グラこれ昨日の今日の昼飯がグラコロなんだよね。あ違うの、あなるほど。さあ出てきたのはさあ若湯白、まあ琥珀なんですけど湯ですよねこれ完全にさあ見ていきましょう。一応出てきたのは若琥珀、対するはほとりセーフですね。さあフルスタイル、さあ若さんの方、さあコムいっているのはほとりセーフ、さあインマリ出ているがお構いなし、さあさあ立ち回り戻ってジェシーを当てていく。さあジェシーしっかりプレッシャーかけていく。 BA ハードとタケノコの振り合い、さあタケノコ振っていく。シェイクに対しジェシーと B ハード JB で押し込んでいく。ババさんの琥珀、さあほとりさんセーフが、さあカウンターするがタケノコフォロー。さあジェシーカウンター、これは痛い。さあコンボビスったが1900。さあ立ち回り戻っていく。さあしっかりタケノコで牽制していく。ほとりさんに対しさあ拾っていく。さあ表しっかりバックステイ、さあ立ち回りまた戻って、さあ鳥がカウンターする。さあダッシュ早い、ダッシュ早いよ。さあもう一度、さあ拾っていくわ。ここもまたコンボミス、さあ解放が通って、さあここタケノコ通るがコンボ選択でミスして、さあ体力が有利。さあまた腰カウンター、これが重い。さあここでやりたいだけだ。さあここさあ若さんがめったに見ないコパポヘック使ってくる。まあ状況的には必ずあれ通るんでね。さあジェシーをかぶせていく、タケノコを下から設置していきたい。さあ波動拳がこれ暴発か。さあジェシーかぶせていく、さあ空中空対空しっかりカウンター狙って、さあここでカウンター、しかし音がめはなし。さあ固めていくのはホトリさんのセーフ、さあ投げて、さあ裏ジェシーはバック回避、さあちまちまダメ取って、体力よりは、さあここで JC がめくりカウンター。さあここクーダ JB、 これが見えない。もう一度大きく目は、さあ今度は透かし系だ。さあ3回目、さあどうする、ゴミから、さあ西変な間があった。勝ったのは若さんの琥珀。さあグラコロチーム勝った若さはそのまま座っていく。さあこれどうなんでしょうね。さああんまりね、あの台の前、たむろしないようにお願いしますね。そこ抜けちゃうからね、気をつけてね。さあ見ていきましょう。中堅出てきたのはここねさんの名前ですね。さあ立ち回りまたジェイシーをかぶせていく感じのフルコアクに対しハーフ名前ですね。ジェビーこれは空対空しっかりカウンター、しかしブローバッケージ越し溜まりきっていなかった。さあさあまだ立ち回り、これはハテンション振ってケンジして、さあ西がそう思ってダウン落ちからさあ X バット見て左右だけど、さあサンドリから、これは見えない。オブで中断ジェシーから4500、さすがに重い。バラさあ駒投げやバッコシ裏開いている。さあ裏めくりカウンターからバックダッシュ、バックダッシュジェシーカウンターからジェシーをつなげていく。第1ラウンド通ったのはワークソのパーク。さあ西からしっかりと固めていく。さあゴシ固めていくのはカウンターだよ。さあ立ち回り、さあ発展症で西からしかし西下にしっかりさせていく。さあコンボができなくて表しっかりガード、さあ裏西から固め直していく。ゲージマックスなので押し放題ハーフナネが、さあ捕まえた。さあキスパ、さあもちょっとホームラン率悪いですね今日、まあ、狙わざとやってるのは1回と出してるのが1回かな。あれはさあ3時から EX カードしっかり連れていく4500。さあ捕まえた、これが見えない。先方中堅戦勝ったのは若琥珀。まあ気がつけばこんな時間ですか。ごめんなさい、買い出しがあるので失礼しますね。さあ人増えてまいりましたが、明日の朝食はさあどうしましょう。
今ですね B ブロックの予選やっておりますので B ブロックの方動きやすいようにですね A ブロックの方はできる限り気を使っていただいてください。お願いいたします。さあ出てきたのはミトンさんのワラキア対する若さんの琥珀。さあ先方大将戦さあジェビをかぶせていきたい。ワラキアジェビかぶせてカウンターしていく。さあ 2B がカウンターして 2C からしっかりコンボに行くわ。 JAC が出ない。さあファンブルか傘当たり立ち回り。さあ B バットしっかりジェビ捕まえていく。 2C からファンブルコン戦った出ないか。さあ下潜ってジェビへプレッシャーかけていく。インバっているがそれだけ出ない。 A バット捕まえてさあ中段からこれが見えない。中段通してさあ1バットこれがガフ。なかなか捕まえて。はい、どっちか。サトシ。はい、日光大付属勝ちました。ではですね、チュッチュ信者の方、チュッチュ信者よろしくお願いします。チュッチュ信者とですね、失礼噛みましたチーム残念。はい、大丈夫でしょうか。やってる。はい、じゃあ大丈夫なようなので行きます。すいません、日体大付属勝ったので誰かすいません平様お願いします。これ日光大付属勝ちです。さあ一応の目取っているのはさあ目つつ裏に押している。さあコモにはいけない。さあ来て西に締める。大きい攻めからダウン落ち EX バットからさあ西が出ない裏にいる。さあ始まり戻って、さあ B バットのカウンター 2C で拾ってコンボにはいけない。ニミの裏判定が強くなっている。さあコンボにはいけない。さあ捕まえていくのはワラキア。ブロバケットしてからマネを引いていく。さあバット、さあ手見たらコンボに行く。逮捕通してマネを引いていく。立ち回りジェイミーが伏せていく。ワラキアに対しガードを固めているわ。さあ中段、さあ JC が相手だ。ブロバケットしてからこれが重い。4060からさあ決定ない。さあスケダン通して勝ったのはグラコロチームかなと。あれ勝ってねえし、勝ってないし、なんやさあ、当て身でごまかしてすごいなんか残念な感じになった。さあしかし勝ったのは、グラコロチーム。では次のお呼び出しいたします。お手当ては済ませておきました。俺に勉強させてくれチーム、仕事終わった直帰するよチームお願いいたします。